人工知能に勝った兵恐怖の集中攻撃。今回ご紹介するアプリはこの AI 将棋ゼロです。スマホで将棋を楽しみたい方にはおすすめです。このアプリには AI との対戦レベルの選択画面があり、ユーザーが自由に対戦レベルを選んで対戦することができます。このように入門から10級、初段、最上級は九段名人戦というレベルがあり、この九段名人戦レベルは一切容赦ない最強の AI です。みんなの勝率は 3% とのことで、将棋に自信のある方は一度対戦してみられてください。スマホ版では甘さがあまりなく、かなり強い将棋アプリです。カールおじさんは26回挑戦してやっと AI に勝つことができました。では初勝利の九段名人戦を振り返ってみましょう。カールおじさんの大好きな穴熊が完成。ここでの飛車の逃げ方により勝負が決まっていくと思いました。
このねちっこい選考は AI の最善手を求める性格そのものです。しかし AI は性格が悪いやつです。皆さん AI は敵に回すのはやめましょう。しかしここで AI の意表をついて新戦法で行こうと思いました。どうせここまで一度も勝ったことがないのです。その新戦法の名は、現在 AI に負がないことを考慮した軽強負の集中攻撃。行くぞ突撃だ。AI に大手飛車取りができるのはすごく気持ちいい。
Thank you very much for watching. Please come and visit us anytime. Carl Uncle is waiting for you. Please subscribe to the channel.